LE-7A 液体燃料ロケットエンジン LE-7A は日本の宇宙開発事業団が三菱重工業や石川島リマ重工業と共に開発した液体燃料ロケットエンジンである H2 ロケット第1弾に使われていた LE-7 エンジンを改良したもので HE やロケットの第1弾には1機 HIB ロケットの第1弾には2機 使用されている。LE-7A は日本初の国産第一段種エンジンである LE-7 の後継として1994年から2000年にかけて開発された。2001年末に HEA ロケット試験機1号機が打ち上げられ初めて使用された。2019年末時点で HEA ロケットと HIIB ロケットが合わせて48機。 打ち上げられているが、LE-7A を起因とする打ち上げ失敗は発生しておらず、高い信頼性を保持している。LE-7A の原型の LE-7 には、H2 ロケット8号機の失敗の原因となった、液体水素ポンプの低速動作時に得意な振動の問題があったため、LE-7A では、インデューサの形状を変更し、作動領域の拡大、 耐久性の向上、旋回キャビテーションの抑制を行った。改良型液体水素ポンプは HE やロケット2号機以降に使用されている。その後も液体酸素ポンプの吸い込み性能の向上と旋回キャビテーションによるインデューサの軸振動抑制のための改良が進められ、改良型液体酸素ポンプは HIIB ロケット試験機から使用されている。 当初計画では、ノズルスカートは二分割構造で、上部ノズルスカートのみの単ノズル仕様と下部ノズルスカートを組み合わせた、超ノズル仕様を必要に応じて使い分け、様々な重量の衛星打ち上げに対応することを目指していた。より打ち上げ能力が要求される場合には、再生冷却型の上部ノズルに、フィルム冷却方式の下部ノズルスカートを追加して、 エンジンの能力を上げる予定だった。しかし、超ノズル仕様の開発段階において、エンジン始動を及び停止時に上部と下部との境目で、起きる燃焼ガスの流れの乱れのため、過大な横方向の振動が起き、エンジンの向きを変えるためのアクチュエータに、大きな負荷がかかる問題が発生した。このため、H、E やロケットの一号機から七号機、十号機は、単ノズル仕様で打ち上げられた。 この問題を解決するために一体型の完全再生冷却型蝶ノズルが開発され8号機9号機と11号機以降の打ち上げに使用された LE-7A に限らず再利用をしないロケットエンジンでは耐久性を犠牲にしても軽量化と高出力化を求めた設計がなされる LE-7A ではわずか10回の起動と停止が行えるという条件で設計されている。また、限界燃焼時間は累計で2000秒までとなっている。なお、LE-7A は設計当初からクラスター化を前提としている。当初 HEA に LE-7A を2機搭載した LRBE を追加する水力増強型の開発が計画されていたが中止され、 代わりに第1弾に LE-7A を2機、搭載した HIIB ロケットが開発された。HIIB の1号機は2009年秋に打ち上げられ、打ち上げは成功した。この LE-7A エンジンは、各種試験を通った後、打ち上げのおよそ1年半前には完成し、ロケットに偽装される。燃焼サイクルは LE-7 と同じ2弾燃焼サイクルである。 LH2 は LH2 ターボポンプにより、昇圧され、まず主燃焼器の壁面とノズルスカートを冷却し、気体水素となる。また、液体酸素は、同様に、ロックスターボポンプで昇圧され、91%が、主燃焼室に送られる。残りの9%はさらに同軸のプリバーナポンプで、昇圧され、プリバーナに送られ、GH2 と燃焼し、750K の、 タービン駆動用ガスを生じる。タービン駆動用ガスは、ロックスターボポンプと LH2 ターボポンプを回転させた後種燃焼室に送られ、燃え残った水素が前日のロックスと燃焼し水力を生み出す。世界的に見ても、この2段燃焼サイクルを採用したエンジンを実用化したのは、日本、アメリカ、ロシア、中国、インドのみである。 基本は LE-7 と変わらないが、基礎を見直し、配管取り回しを改善。精密鋳造や機械加工を増やし、溶接箇所を260箇所から60箇所へ削減することでコストダウンと信頼性向上を図った。また、製作コスト削減を優先して燃焼機の噴射エレメントの数を減らすなどしたため、ロケットエンジンの性能の指標となる。 被水力は440秒と LE-7 の446秒より低下している。単ノズル仕様と完全冷却の超ノズル仕様では、ノズルの膨張率が異なる。LE-7A 単ノズルは、上下にやや潰れた CTP ノズルと呼ばれる形状を採用しており、開口比を変えることなく LE-7 の TP ノズルより長さを短縮できた。 しかしフィルム冷却のノズル下部を取り付けた超ノズル状態で試験したところ、前日のように過大な予行応力が発生した。これは、潰れた形状のノズルが過膨張となり、さらにフィルム冷却部のわずかな段差で燃焼ガスが剥離、再付着することによるものだと判明した。CTP ノズルにおける有効な解決手段がなかったことから、完全再生冷却型超ノズルは長さを延長し、 LE-7 と同様の TP ノズル形状となっている。ありがとうございます。